アムステルダムの防災線は、オランダにある、世界遺産、オランダの水利防災線群の一部。42の要塞が配置された、全長135キロに及ぶ堤防で、各要塞は、アムステルダム中心部から10の15キロメートルに位置しており、戦時には防衛のために手一部が容易に、冠水するように設計されていた。冠水時の水深は30センチメートル程度で、 ボートが使えないように配慮されていた。また、防災線の1キロメートル以内の建造物は、可燃性や可動性を考慮されて、木製だった。アムステルダムの防災線は1880年から1914年に建造された。しかし、完成するや、飛行機と戦車の実戦投入が始まり、要塞は意味をなさなくなった。要塞の多くは、 現在、市議会の管理下にあるが、観光は可能である。史跡記念日は入場無料なので、観光に適している。1996年の登録時は、アムステルダムの防災線単独での登録だったが、2021年に拡大されたことを踏まえて、登録名も変更された。アムステルダムの防災線は、まず何よりも防衛的なウォーターラインであった。 敵の攻撃の際には、最後の本丸といえたアムステルダム周辺の大通りが、水没し、敵の前進を妨げるのである。要塞は水没する通りを横切る、道路、線路、堤防上に建造された。そういう場所は、水没を免れるので、結果として、敵の溶撃が可能になると考えられていたのだ。防災線建造のための法律は、1874年に成立した。 建造の準備を進める中で近代兵器の技術進歩の結果、様式がすでに時代遅れとなっていることが明らかになった。ブリザンスグレネードの発明によって、要塞の建材を石からコンクリートへと転換する必要が生じたのである。しかし、当時のオランダにはコンクリート建築の十分なノウハウが蓄積されていなかったため、 当時手に入りうる最重の砲弾を使ってコンクリート建造物を砲撃する大規模な実験が挙行された。要塞を建造する際に地盤が砂状だった場所については建設に線だって十分な地盤がためをする必要が生じ、さらなる地帯を招いた。やっと寄港できたのは法案成立から20年以上を経た1897年のことであった。 アムステルダムの防災線は実戦で使われることがないまま第一次世界大戦での航空機の投入によって時代遅れのものとなってしまった。しかし、それでも1963年までは実戦での使用が可能なように手入れがなされていたのである。すでに防災線の機能を損ねるような道路の建造などが行われたこともあり、将来にわたってこの防災線が機能することは 亡くなってしまった。1996年にユネスコの世界遺産に登録された。登録カテゴリーは建造物群だが、線形の文化的景観とも言い得ると評価されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。